で今日の朝は軽めに肩トレをやってきました。まあ肩が治りきっていないんで、まあしっかりしたトレーニングができないっていうこともあるんですけど、30分ぐらい肩トレをやりました。でその後に、パーソナルについて、教えてきたんですけど、やっぱモチベーションもらえますよね。まあ今の素敵な体型を維持したいとか、今よりもっと綺麗な体型になりたいとかって思ってトレーニングしてる方についてこう教えていると、こっちもモチベーションもらって頑張らなきゃなっていう気持ちになります。で今日こう、まあ自分もダイエットを始めて1週間が過ぎたんですけど、今日伝えたいことは、ちょっと考え方についてなんですけど、痩せる時も太る時もあと不健康になる時もなることをする時も、こう健康になるようなことをする時もどれを選んでもお金はかかります。なのでまあ皆さんがどれをチョイスして何に比重を置いてお金を使っていくか、まあ365日こう節制してずっと健康を追い求めてこういい体を維持してっていうことではなくて、時には美味しいもの、例えばファストフードであったり、まあラーメンとかカレーとかハンバーグとか僕も大好きなんですけど、そういうものをチョイスして食べる時もありますけれども、毎日それが続くとやっぱり体型とか、健康とかっていうのは維持できないので、たまにそっちをチョイスしていつもはこう自分の体が健康になるような、例えば量を少し減らしてカロリーを落として生活するとか、あとはもう油を抜く日もあれば糖質を抜く日もあったり、そういう健康になるチョイスをしながら、ボディメイクとかこう自分の体をこう維持していっていただきたいなと思います。僕もなるべく健康になるようにこうなるべくいい体型でいれるように、そういったものをチョイスして生活しながら、時にはこうイタリアンでパスタをお腹いっぱい食べてみたり、ハンバーガーが食べたくなってハンバーガーを食べたりっていう息抜きをしながらこうボディメイクをしていますので、こう自分のお金のかけるどっちみちお金がかかるんであれば、自分がどっちに比重を置いてこういつもはどっちを選んでいくかっていうことを心がけていただければいいなと。その中で僕はサプリメントとかにもお金をかけているので、なのでまあ健康を維持しながら息抜きをしながらこう毎日が楽しく生き生きとこう病気にならないように、病気になってから薬を飲むんじゃなくて健康を維持するようなチョイスをして、なるべく病気にならないようにこう生きていければいいなと思っていますので、皆さんもどうお考えになるか、みんなでこう健康で長生きできるような、そしていい体で長くいれるようなこう生活を送ってみ、まあ、ませんか、もう今日はトレーニングしてきてしまったので、一応私がどう考えているかっていう動画でした。ではまた。